こんにちは、即興で動画を1個作ることになりました。よろしくお願いします。ちょっと私やり方がわからないんで、はい、さっきの画面をまた出していただいていいですか。はい、購入金額を入力し、この米印、これを押すといいんですね。前が押しです、はい。で、まあ、どこでもいいんですけど、一番安いやつにしましょうか。あ、210円上のま、あ、これ、これですね。140、あ、そこそこ、越後堀の内ですね。じゃあ、子供の70円か。70って言いましたね。シャープ。子供70円です。お金またはカードを入れてください。なるほど。クレジットカードはご利用できません。で、例えばじゃあちょっとせっかくだから、せっかくなんでやり直しまして、購入金額を入力し、最後に13500金額に誤りがあります。あ、13500円とかそういうのはできないですね。もう最後9990、子供9990円です。この金額は発売されておりません。なるほどね。購入金額を入力し、最後にシャープを押してください。じゃあ、140円だから70円。切符買う人はいないですね。よかった。子供70円。あ、買ってくれるんですか。ありがとうございます。安西さんに切符を買ってもらうことになりました。何も説明しておりませんでしたけれども、まあ、大体わかるかと思うんですが、この米印のボタンを押した後、じゃあすいません、お願いします。はい、70円ですね。これを入れるとこう切符が買えるということで、まあ、視覚にあれですよね、自信のない方っていうか、つまり視覚障害などをお持ちの方、あ、領収書が必要な場合は1を、画面もこのように真っ暗になってね、白と黒で簡単に分かりやすいようにということでした。ありがとうございました。じゃあ、ちょっとすみません、これで、小出から140円の切符ということになったわけです。領収書もここにこうですね。140円区間ですが、今やったように米印をまず押して購入金額を入力し、最後にシャープを押してください。小学生を指定して70円と、こうやるとこのようにして、もうこのボタンだけで買うことができるというわけです。こうやってね、ボタンをこうやって普通は買うわけですけれど、これが難しいという人向けにこのような機能も搭載されているけれども、普通の人はまあ分からないから、まあ、わざわざこうやったらば数字直接入力モードになるよということは説明をされていないようでした。じゃあ大体こんなところでいいですかね。そうですかね。じゃあ新幹線とかできるの？新幹線？購入金額を入力し、あ、ごめんなさい、やっぱダメか。最後にシャープを押してください。すみません、ね、取り消しました。はい、例えば東京浦沢、うん、7608円ですよね。ああ、ちょっとお隣やってみます。768万円。でも乗車券4000円じゃないですか、多分買えるとしたら。そうか、購入金額4000大人4000円です。この金額は発売されております。なるほど。やっぱりじゃあこの期間の中だけでっていうことですね。じゃあ1660円が最大なんだな、きっと。なるほど。取り消しました。いうことが分かりました。まあ、せっかくだからここがどこなのかということですけど、ここは新潟県上越線の小出駅だったわけです。駅舎も新しくなっちゃいました。こんなところでご視聴ありがとうございました。2分半くらいですかね。あ、そうですね。まあ